子供の頃から車やオートバイが大好きで、両親のしつけもあってですね、おかげさまで綺麗好きになりまして、その両面をですね生かしてこの会社を創業するに至ったんですけども、マテックスはですね、自動車のボディーコーティングということを中心に施工をする事業からスタートした会社になります。今では事業の大半をカーケミカル品の製造ということでマテックスを継続しております。1987年で日本に留学して、で博士号を取ってから大学で世界一を目指して4年ぐらいを仕事して、それできたらノーベル賞は言えないんだけど、ただまあ世界一は言えるんですけどね、はい、そこを争ってたんですけど、中国のニュースを見てて事故の話を見たんですよ。で雨の日で視界はあんまり良くない、でトラックの事故で人が死んじゃってて、でそれは私から見ると外側だったらガラス撥水剤で、中だったら小麦止め、こんなものは私の技術だったら簡単に作れるのに、でそれはなくて事故があって、でそれで自分は奮起っていうか、今の社長にちょっと出会って、でうちに来て好きなようにやればいいよっていうようなふうに言われて、やりましょうと。自動車の塗装というのは鏡のようにこうピカピカになってるのはお分かりだと思うんですけど、綺麗だからこそですね、少しの汚れやくすみあるいは細かな傷でとても目立ってしまうんですね。目立ちにくくするために加工する必要が自動車の場合は特にお勧めできるし求められる性能かと思います。マテックスは綺麗を追求する仕事をしておりますので、一般的に触れる製品、スマホですとかパソコンとかあるいはタブレット端末など、こういったものにも使えるようなものを作りたいなと。車のコーティングを身近なものにも、まあ、携帯電話であったり、鏡なり身近に使うものにも何か応用できないかということでコスモコートを開発しました。使い方は至って簡単でしてね、シュッとシュッとかけて拭いていただくだけです。綺麗でして、しかもさらにコーティングして今度汚れにくくなる、で今度汚れも落としやすくなる、ツルツル、スベスベ、そして汚れにくいと。除菌もできますので、まあ、この時期なので会社に来た時とか家に帰った時とかにやっていただくのが一番いいかなと思います。抗菌とか抗ウイルスとかそういうような性能も持たせてる。化粧品関係のものとか女性の方が多分気にする方が多いので、そういう方に向けに使っていただければなとは思います。人以長人、人善人美、常にさらにいいものを目指して開発して頑張りたいなと。